ここもやめとくか。マリサ、何を悩んでいるの？あ、霊夢、今度大事な用で使う店を探しているんだが、目星をつけていたところのレビューがいまいちで。わかるわそれ。感じ方は人それぞれだとわかっていても、やっぱり星の数は気にしちゃうわよね。ところで大事な用事って何なの？それは秘密なんだぜ。ふーん、まあいいわ。ちょうど今見ていたスレで、口コミ評価が低いラーメン屋に行った人が、感想を書き込んでいたわよ。参考にしてみたら？おお、それは気になるな。レビューがどのくらい信用できるものなのか、スレ民の意見も聞いてみたい。じゃあ今回は総集編として、レビューに関するスレをまとめて紹介するわ。まずは評価が低いお店は実際に行ってどうだったのか、早速スレを見てみましょう。お店を探す際、口コミサイトの星の数を参考にする人が多いだろう。評価が高いほどいいお店の基準になる星評価だが、一致の家の近所にできたのは、なんと平均評価が 1.7 のラーメン屋だった。怖いもの見たさに行ってみた一致の運命は。ほう、近所に開店したラーメン屋、ガチでヤバすぎる。Google のレビュー平均 1.7、〇〇屋なのに家系じゃない。家系の製麺所使ってるのに家系じゃない。醤油ラーメンしかない。そのくせ高い。近くの家系ラーメンの方が安い。楽しみにしてたのにゴミすぎる。前の美味しかったラーメン屋閉店してできたのがこのゴミとか許せんわ。一致が訪問したラーメン屋の口コミは、なんと 1.7。それでも期待しながら訪問した一致だったが、やはり評価通り散々な店だったようだ。味は？薄い。海の家で食ったことある。1.7 とか初めて聞いたわ。これは逆に一度行ってみたい。どこや？レビューみたいわ。どのくらい待ったんや。ワクワクでそれならがっかり感もなかなかやな。前のラーメン屋が好きやったがコロナでもう1年くらい休業してて、最後は両親の介護があるって閉店した。そしてその跡地にオープンしますって張り紙貼ってあったから、前の店みたいなのができればなぁと思ってたらこれや。ああ、人気店だった前の店と比べられてんのか。でも前の店は家系ちゃうからな。Google レビューでその数字はやばいな。Google のレビュー、ラーメン空白地帯ならこれでいけると思ったのかな。かっこ星1、本日、開店。かっこ星1、まだ開店したばっかやから数少ないけどこんなのしかない。開店したばかりだというのに、酷な評価が続くラーメン屋。怖いもの見たさで行ってみたい気もする。お前の下で評価すんだよ。食レポ実況枠。ラーメン屋でそこまで低いとか逆に気になる。おじいちゃんが個人で経営してる中華そば屋でも3500やろ。今写真見たら有料トッピングもほうれん草やうずらや海苔で明らかに家系っぽいのになんでこれで家系じゃないんだよ。近隣のライバル店舗やろ。どっかが雇って工作しとる。開店当初にやられたら少ない経費でライバル店潰せるからな。レビューはこんなんな。優しめに言っても、美味しく、はないです。いえ、のつくや棒で、長田や製麺、使ってひ家系、ラーメンそのものも薄めの醤油に家系の中太麺っていうミスマッチなので、スープが完全に負けています。攻めの姿勢で作ってまずい、なら今後期待したいですが、家って野望をつけて有名な製麺所の麺使っておけばラーメン空白地帯なのでいけると思ったのなら、期待もできないな。まずそう。絶対まずいやつやん。割とちゃんとしたご意見。この日の玉ストレート。一番優しいレビューがこれ。チャーハンしか褒めてない。ランチ時間に塩ラーメンと半チャーハンをいただきました。かっこ半チャーハンはセット価格で50円引き。麺は中太麺で見た目もそれっぽいのだけれど、いわゆる家系ではない感じでした。スープがちょいと塩っぱかったので、これからの改善に期待。半チャーハン、美味しかったです。かっこ半じゃないボリューム感で、40代にはちょいと多かったけど、若者には満足なはず。まだ開店したてなので、これからの成長に期待です。まずいのはしゃあないにしてもなんでこんな上から目線なんやろ。人生負け組でも上から物言えるのがラーメンとお笑いやからな。金を払ってるからでは？そんなもんなんかね。これからの成長に期待とかお前誰やねんって思ってしまうわ。期待してくれてるならまた来るかもしれんし、いい客やんけ。その少ないレビューが軒並み評価低いんやが、33の星3が最高評価や。一気試しに食ってみてや。食ったぞ。深夜のサービスエリアで食べたらうまいと思う。これおかしくないか？片方のレビューは薄めの醤油って意見で、もう片方はしょっぱいって。ラーメンに複数の種類があるんか？しょっぱいは塩ラーメン。醤油ラーメンの薄いってのは塩分じゃなくて濃厚さの話かもしれんし。どうせ中国系のパクリ店やろ？これあれや、濃い口ラーメン出したら売れるパターンやろ。バカしたともに味を合わせてやれ、店長。なるほどな。家系ってブランドに味覚レベルで騙されとるんやね、はてなはてな。勝手に家系と期待して勝手に失望してるだけやろ。その失望と普通に美味しくないので二段失望やな。ラーメン屋とか9割外れやからな。まあこういうのを期待していくよね。
当たり前だよね。家系といえば、濃い豚骨スープに厚いチャーシュー、海苔やほうれん草トッピングが一般的だろう。一致の行ったラーメン屋は、そういった期待をすべて裏切ってしまったが、店名が〇〇屋だと家系ラーメンを提供しなきゃいけないの？八百屋って書いてるのに売り物が魚メインやと驚くやろ。あかんことはないが違和感はある。そういうもんや。特に良い点もないくせにノーマル800円オーバーでセットで1000円超えるような店に当たると後楽園の良さがよくわかるよな。これで810円や。海苔ラーメンで草。海苔トッピングかっこ100円してるから。冷え系に海苔トッピングとか絶対持て余すやろ。見た目はそんな悪くないな。スレミンの言う通り、見た目は普通の美味しそうなラーメンに見える。1点台は病院か事件起こすような店じゃないとつかないから。いやだから醤油ラーメンとしてあんまり美味しくないって言うてるやろ。ラーメン屋ってよく密集してるイメージあるんやがなんでや。集客がなんたらかんたら。ラーメン好きが来るはずやから一度は来てもらえるってやつか。ラーメン屋がよく密集して出店するのは、スレミンの言う通り、ラーメン屋がたくさんあるから、と集客しやすいからというのが理由の一つのようだ。空白地帯と書かれてたけどこのラーメン屋の2軒隣にラーメン屋あるわ。ちなそっちは醤油ラーメン680円。たまにあるよな。〇〇屋なのに全く家系じゃない店。おっと、山丸屋の悪口はそこまでだ。ラーメン屋のご飯物でチキンカツ丼ってあんまり見ないよな。一致の言ったラーメン屋のサイドメニューでは、チキンカツ丼や牛バラ丼といった、他のラーメン屋では珍しいものが注文できるようだ。Google レビューって高くなりやすいらしいのに 1.7 早でいな。まあまだ件数自体少ないしな。Y も近所に二郎系オープンしたけど口コミ見てると評判ひどいわ。太麺で薄味って本当にまずそう。評価 1.7 のラーメン屋は、残念ながらお世辞にも美味しいとは言えなかったようだ。こういった評価は、一般のユーザーから集めている場合がほとんどだが、最近では Google マップでの評価投稿も増えているようだ。そんな Google マップの口コミについて、一致には疑問があるようだ。Google マップで飲食店に低評価の口コミ投稿してる奴らわらわら。なんかあいつら文章おかしいこと多いよな。Google マップの口コミは、飲食店だけでなく様々な施設のレビュー可能だ。そのため、飲食店レビューサイトよりは書き込みがしやすく、多種多様な口コミが溢れる魔境と化している施設もある。興奮してたり言いづらいのだろう。そらそうよ。わざわざ時間を使って文句を書く奴らやし。頭おかしいもん。でも Y も一回低評価コメ書いたことあるわ。削除しとこかな。やばい店やった場合は注意喚起の意味で低評価つけてるわ。評価の割合見れば大体わかるけどな。せやね。Y が低評価つけたのは、変なルールを客に敷いて喧嘩腰やった店と、会計してお札触った手でそのまま寿司握った店や。高評価米は桜臭いし低評価米はバカ臭い。星3から4が信用できる。星1つのレビューは同様他社がかなりやってそう。言うて Y も不快な思いした時は普通に評価下げるけど、その分良かったお店は死ぬほど褒めたたえる口コミ書く。当店の位置とか分の改良の仕方とかなんか漠然とした不安に襲われるわ。とっても素敵なお店でした。店員さんも優しくて楽しい時間を過ごせました。また伺いたいと思います。星2、矢印一番謎なのはこういうやつ。女はこういう文章書きがちやぞ。文章っていうか文章では高評価なのに星は2つとかの低評価にしてるのが謎なんよ。確かに謎やな。これ日本人の特徴なんよ特に女。そう簡単に星5つはやらんぞっていう。それほど不満がなく楽しかった場合は2、3の評価。自分だけ特別扱いされてこの上ないサービスを受けて初めて5になる。確かにゲームのレビューも日本って他の国に比べて辛口やわ。日本人のサービス方が原因で、どこ行ってもそこそこ良いサービスが受けられるのが当たり前になってる。だから消費者はそれに慣れすぎて簡単に満足できなくなってる。客数割と少ない個人店だと誰が書いたかも特定されてるのにようやるわ。インドカレー屋で写真付きの高評価の口コミ書いたら次店行った時に Google の口コミありがとて店長に言われたわ。なんやそのグーカは店長。また行きたくなるやろが。カレーの写真見てわかったて言っとったわ。料理も美味しいし店員さんみんないい人やし無事常連になったで。かわよ。かわいいけど特定できるんだぞってことだよな。特定されたところで高評価なら感謝されるだけやし。低評価にした店なら二度と行かへんからノーダメやな。うまかったし A 店やったわ評価しとこ矢印わかる。なんやこの店クソやんけネットに書き込んだろ矢印わからない。今後行かなければ良い話では。はてな。行ったことある店やと明らかにこいつに原因があったんやろなみたいなコメントは見かける。これはあるな。有名個人店矢印値段だけばかりのクソ店。接客も最低。こんな店に高評価つけてるやつの気が知れない。花丸うどん矢印ここのうどんは最高日本一美味しいんじゃないかなみたいなのがいて草生えた。明らかにサンプル数的にうまいのにそれをまずいと感じてしまう味音痴って実際おるよな。あれマジでなんなんやろな。それこそ妨害なのか行きたくても行けない嫉妬なのか知らんが。こんな感じで、太
当店を多用する評論家やつは発達障害の昭和生まれで確実に頭悪いのに神様やグルメ気取りを超えてて草なんや。文節ごとに使うべきだとなぜかどこかで学んでしまったんやろな。病院の評価とかいうクソまみれの評価、あれは低評価ほどいい病院なのでセーフ。良い病院は良い評価も書かれてるからね。悪い方が多すぎると察する。すれちやけど当店の数自体は適当なんやけど打つ場所が気持ち悪いやつおるよな。わかるわ、こういう感じのやつやろ。まあもっと気持ち悪いんやけど、そんな感じや。多分はイラには再現できないやつな。正直ゲームもそうだけど、飲食店も結局自分に合うか合わないかだから、自分と同じような好み持ったやつを探して、そいつが高評価している店行くのが一番いい。客観視って概念がないんやろなって。ボロクソに口コミ書かれてる病院があったんやが、相当いろんなこと書かれてて、挙句の果てに謝罪に同じ文章使い回すなみたいなこと書かれてて草生えた。草。そんな文章はテンプレ加工するだけなので当たり前。なんなんやろな。わざわざ低評価を書く理由がわからん。悪意しかないやん。普通は知人や友人に、あそこはやめた方がいいよ。と軽く言うにとどまるわ。精神が未熟だったり幼稚だったりするんやろな。ただ美味しくないだけなら星減らすだけやけど、不快な思いさせられたらムカつくから星減らして文章でも書くわ。日本人は減点法レビューをする傾向にある。加点法ではない。明らかに変な人いるわね。付近のコンビニ全部に低評価をしていて、その理由が駐車場が入りにくいばっかり。田舎住屋が駐車場踏んなコンビニは叩かれても仕方ない。近所のコンビニのレビューに、外事、店で買ったカップラーメンを店に置いてあるポットを使ってお湯入れて、店の中で食べてたら出ていけと言われた。ならポットを置くな、とかいうレビューがあった。ちなみにイートインスペースなんてものはない。Y 公共の口コミで、星1、大きい。ってのみてから Google マップの口コミは信用してない。さ。それか建物が国の金で建てられてることにお怒りなのかもしれん。まあそんな文句を言うやつは払った税金よりでかいサービス国から受けてるだろうけどな。帝国ホテル東京ですら 1% の星1があるんやし。冷静に考えて客の位置が最低の評価を下すようなホテルが日本トップクラス扱いされるわけないよな。がっつり系の洋食屋で量が多かったって低評価あったの草はえた。少ないならまだしも腹いっぱい食えたのに低評価はひどい。やっぱ知り合いからの口コミが一番ええな。それでも Google は信じられるから。矢印こいつが一番の謎。Google は信用できても利用者は信用できんわ。Google 口コミはお金絡んでないから信じられるらしいわ。公園とかに星つけてるやつは単純にローカルガイドのレベル上げしたいだけか？あれのレベルに価値を感じてるやつっておるんか。ローカルガイドとは、Google マップで活動するユーザーが所属できるコミュニティだ。口コミを行ったり、場所の情報を正しく修正したりするとポイントが手に入り、一定以上貯まるとレベルが上がっていく。ユーザーアイコンの元にバッジが表示される他には特に特別なものはないので、レベルが上がるのを楽しみながらレビューを書いてほしいという戦略のようだ。まあ飲食店はレビューの内容は正直どうでもよくて、料理とかメニューの写真貼ってくれてたらそれでええんやけどな。店側が提供してる写真ってあまり信用できないよな。むしろ信用できると思う。ライティングとかめちゃくちゃ考慮した盛りまくった写真が大半や。素人が撮影したクソみたいな写真は信用できる。今もよりのファミレスの低評価見たら、冷凍ばっかでうまくない星1、安い星1、店員が暗い星1、とかばっかでファミレスに何を求めてるんやって思った。しかもみんなフルネームやし。たまーに闇深かったり、むしろ行ってみたくなるほど口コミ最低の場所あるよな。配達業者の態度が最悪でした。商品には満足していますが星1つです。商品のレビューをしろ定期。悪口言うためだけに書いてるやつおるよな。これとかマジで意味わからん。なんで星1やねん。綺麗な夜景でした。という文章とともに投稿された写真は、確かに綺麗な夜景だと思うのだが、この口コミの評価はなぜか星1だ。星が少なくなることに評価が上がると思ってるかもしれない。夜景は綺麗やったけどに星はなかったんやで。詩人かな？マイカのお作り780円を頼んだらこれ出てきた。これ残飯でしょ。北海道来て780円のイカそうめん頼んでこれ来たら切れるでしょ。マジで来たからな。北海道のある飲食店に着いたレビュー、イカのお作りのようだが、妻の方が多く細いイカそうめんが複数並んでいるだけの、雑すぎるものが出てきたようだ。これは切れてえ？幼稚園のレビュー、うちから遠い、星1。いや知らんわわら。幼稚園児が頑張って書いたのかもしれん。卒業生が Google マップの学校口コミに経験談書くのが怖い。頭おかしい奴らやんけ。ゲームのレビューで日本だけレビュー禁止になったよな。日本以外だと発売後に評価がまともに積み上がるのに、日本だけは買ってないのに星5と星1つける奴らのバトルになるせいで。買ってないのにレビューできちゃうのなんて直さへんのかな。誤認させるのが目的なんやろな。
Google レビューはそのうち評価と連動して優先表示したりするようになるはず。ますます工作がはかどるで。Google は前から AI による広告マッチングに力を入れてるから、最終的には高評価で評価って単純な表示ではなく、あなたに合うかどうかを表示する方向に舵を切ってくと思う。あんま知らんけど日本だけでもなさそうやで。海外でもレビュー嵐は問題になってるみたいなニュース見たことある。レビューサイトは一般人でも気軽に書き込めるとはいえ、行き過ぎた低評価は誹謗中傷になることを忘れてはいけないだろう。参考にする際は、本当に正しく評価されているのかどうか、自分で見分ける力が必要だ。星 1.7 という評価の通り、残念な結果に終わったようだな。しかも紹介されていた低評価の口コミは、誹謗中傷みたいな感じじゃなくて結構しっかりした意見だったし、言ってみれば信用できる評価ってことよね。やっぱり星が少ない店はやめておいた方がいいのか。一概にそうとも言えないわよ。っていうのも、中には仕組まれたレビューもあるみたいなの。桜がいるとかか？そんなこと本当にあるんだろうか。そのあたりのことは次のスレで書かれていたわ。星1から5で商品やサービスなどを評価するレビュー。皆さんも参考にしたことがあるのではないだろうか。もちろん高評価があればそれだけいいように見えるが、お金をもらって高評価をつけているなんてこともあるようだ。日本企業、いくらなんでも日本人の民度が低すぎる。レビューさせるのやめてほしい。その理由がヤバすぎ。届くのが遅いから星1です。転売屋が売ってるから星1です。それは1でいいわ。使い方がわからなかったので星1です。対応も親切でよかったです、星3。よかったのなら星5をつけてほしいものだが。商品説明。こちらの商品は完全防水ではありません。ガーチ豪雨で使ってたら中に浸水してた。星1草枯れる。正しい使用方法でないなら当たり前のことだろう。このような理不尽なレビューも残念ながら書かれていることがある。今後に期待して星5です。値段が高いのでそもそもいい商品であることは当たり前です。かっこ重役星1。まだあまり使ってないので星4です。何も言えんかったわ。星1が多いので星5です。取り急ぎ、かっこ、星1。到着次第レビューします。食べログ被害の回とかもできてるし本当ひどいんやなって。2019年5月、食べログが主にチェーン店に対して評価の操作を行い、実際よりも低い点数にしていたとして訴訟されている。この時被害を訴えたのが食べログ被害者の会であり、2022年には独占禁止法に抵触すると認められている。まだ使ってないので星3です。せめて使ってくれ。みんな星1なので僕も星1です。商品は使いやすかったです。まだ使ってないので星3では。届いてないけど期待を込めて星が増えることもあるのでセーフ。星5、コスパいいです。お前がどんなパフォーマンスを求めて買ったかまで書けや。上中下の3段階以上は日本人には無理なんや。ご飯の話すると二言目にはあそこまずいとか、病院に対してはすぐやぶやでっていう人種がおるから、レビューってもん当てにしてないわ。星5をどう見るかって割と分かれるよな。思ってたものが来たら星5が正しいのか、星3が正しいのか。後者は思ってた以上対応が素晴らしいとかの加点要素を残しとるって感じで。配達員の態度が悪かったので星-1です。これやばい。満足した時に満足したと書き込む人は10人中1人2人だが、不満があった時に不満だと書き込む人は10人中7、8人なんだって。レビューにも同じことが言える。製品と所有と配達の区別がついてないレビューが多すぎてやばい。子供がやっちゃうならまだわかるが、大人が量販店の対応のクレームや配達クレームを製品レビュー欄に書いてるからな。ほんこれ、感情的になる前に一回頭で考えたらわかるのにな。いや、レビューは大事だろ。特に日本人のレビューは参考になる。そのレビューに対して何も答えられずレビューを封殺しようとするのが今の日本企業。それじゃ世界でやってけねえわ。企業、金払わんと低評価にするで。こっちの方がひどい。他者を評価するという大義名分をいただくと、日本人特有の歪んだ支配欲によって他者を意のままに変えてやろうという傲慢な物言いになりやすい。レビューは Facebook アカウントと紐付けてほしい。ストアのレビューが一番ヤバいと思うわ。知識というより知能が足りてないやつ多くね、あれ。今はレビュー上げようと反則技使ってるところも多いからな。こないだ買ったスマホケースの中に、Amazon レビューで星4か星5をしていただくと1000ポイントのギフト券をプレゼントします。ってカードが入ってたわ。返金するから星1レビュー取り下げてくれってのは本当に返金されたぜ。なおもらえない模様。もらえないよな、あんなの。どうして970円のもの買って1000ポイントもらえんだよ、と思ったらレビュー1500件くらいされてて草生えた。こういうのにすぐ飛びつくやつってすぐ詐欺に引っかかるんだろうな。1000円よりも星5の宣伝効果の方がでかいんやろなぁと思っとったけど、そもそももらえんのか。評価って取り消したり星1に変えたりされんのやろか。
ああいうのって年寄りがよくわからずやってんのかなって思ってたけど、YouTube のコメ欄とか見てると若いやつも大概やなって。Amazon 楽天。ねえ商品買ったでしょ、レビューしてよ。このメールうざい。ゲームのレビューが、星5孫に買ってあげました。星5早く遊びたい。とかで汚染される現実。単純にレビュー項目増やせばいいんじゃ。商品について、配送について、みたいにして全部埋めなきゃ投稿できなくする。配送のレビュー内容悪いとこは痛く取り消せ。なんというか国民性として商品に問題なければレビューしない方が多いと思うし、じゃない気がする。映画のレビューとかだと、違う映画が見たかったけど満席で A から書き始め、ポップコーン売り場が混んでてギリギリで座ったとかまで長々書いて、映画内容のレビューは一切書いてないのとかまであるからな。食べログで延々自分語りしとるおっちゃんみたいなもんや。飲食店レビューでドライブの話とか書いてる日記野郎みたいだな。あるある。点数つけさせないようにしたらええんちゃうの。参考になるレビュー書いてる人もおるで。レビュー書いた人以外が押す参考になったボタンだけつけといて、評価の高いレビューが上に表示されるようにしたらええ。ガジェット系 YouTuber とか基本ベタ褒めばっかやん。あれは企業からもらってるんちゃうか。そら批判ばっかしても再生数回らんからな。本気で星5つけてるやつは少しも不満なところなかったんかと問い詰めたいわ。完璧じゃなきゃ星5つけちゃいけないってことはないだろ。病院のレビュー見てたら先生がすごく親切でしたと、あんな態度悪い医者初めて見たが混在してて草や。しかもどこの病院もこういう極端なレビューばっかりや。アマプラで松本人志の予告が強制再生されてうざい。番組に低評価をつけると宣伝が出てこなくなるテクが発見される。配信開始前から星1が殺到して松本人志激怒。これひで草。ええやん、参考にさせてもらうわ。この仕様今は修正されたから無意味やで。無料のサイトなら広告が出るのもしゃあないけど、課金してるプライムでも広告出るのは理不尽やわ。メルカリの客の評価、いい普通ダメの3段階が、いいダメの2段階に変更になったのも、なんとなくで普通に入れるやつが多かったからやろな。うん、ダメしやな。ある鏡のレビューでは、割れているか割れていないかに焦点が当てられ、レビューが書かれている。割れるか割れないか運試しということだろうか。これこそ批判レビューの方が声が大きいの典型やろな。実際には数百個に1個割れてるところを、割れた鏡が届いたユーザーがレビューに書き込むから、ほとんど割れて届くような印象を与える。わざわざ割れてなかったって書くのはアホらしいしな。貸しなかったら黙って使うだけやし。いやいや、ちゃんと梱包せいし。レビューしたらおまけがつくみたいなのやめえや。レビューは買い物の指標になるものだ。だが、実際に商品に関係ないことや、適当なものがあることも事実。その中には、かなり攻撃的なものもあり、炎上したこともあるようだ。ほう。旅館おかみ、完全禁煙なのにタバコ吸ったでしょ。50代男、ムカつくから低評価するわ。炎上。ルール破りの喫煙、逆恨みの低評価書き込み、モラルなき利用客に老舗旅館おかみ、凍える中掃除したスタッフに詫びなされ。ヤフー、ジャパンニュース。完全禁煙の旅館であえて喫煙に及ぶルール違反客への嘆きが SNS 上で大きな注目を集めている。あれほど館内敷地内完全禁煙とホームページにも予約ページにも客室にも掲示しているというのに、部屋で散々タバコを吸って匂いだけ残して帰っていかれたお客様、宿をなんだと思ってる？わからいでか。その部屋は消臭作用のため数日は使えない。凍える空気の中掃除してくれたスタッフに心の中で詫びなされと投稿したのは山形県米沢市の老舗旅館おかみ。この客はルール違反を反省するどころか、おかみの投稿を知り逆恨みしたのか、宿を予約した楽天トラベルに酷評コメントを投稿したのだ。禁止と言われているものは禁止、それが止まるためのルールだ。それを破った宿泊客の男性側が悪いと思うが、闇霞にルールを求めるのが間違い。清掃費用と空室分請求しろ。早く一箱千円にしろ。それでも吸ってるやつはイカれてるとわかりやすい。通貨賠償金請求しろよ。闇カスさ。こういう禁煙旅館なら普通迷惑ならないようにベランダで吸うやろ。室内で吸うのはさすがにあかん。敷地内完全禁煙だからそれでもあかん。事前にわかってたんだから吸うな、以前に持ち込むなという話。こういうの捕まらないんやな。実質どこで吸ってもええんやね。下手したら威力業務妨害になり得る。他にも侮辱罪や名誉毀損罪に問える可能性があるそうだ。レビュー匿名やけど旅館側は誰が書いたかわかるもんなん。宿泊予約した ID と紐付いているから普通にわかる。吸うことは別に否定せんけど、場所は決まえずこれやるから叩かれる。罰金ってやっぱ簡単に取れないもんなんやな。宿泊約款みたいなのに書かれてても効力がそれだけで認められるわけではないし、仮に事前に契約結んだとしても相手が踏み倒したら実際取り立てるには裁判せなあかん。裁判したら弁護士費用で赤字。つまりやったもん勝ちや。相当腹立つ野郎に抑えて書き込めるおかみはようやっとる。闇かすいい加減にしろ。喫
煙者が敷地内禁煙の旅館に泊まるのは無理ってもんよ。おとなしく喫煙家のホテルに泊まった方が快適なんだから。いくらでもある宿の中から禁煙旅館をわざわざ選んでこっそり喫煙する人間、何者だよ。喫煙したいのなら喫煙家のホテルに泊まるべきだろう。今時歩きタバコしてるやつとかやべえやつって教えてくれてるようなもんやから、危機回避として役に立つからモラルのない兄カスはどんどん吸ってくれ。また若いアホだと思ったら50代。ルール破って叱られたらネットで嫌がらせする50代男性、惨めすぎんよ。しかしこういう客に文句つけたら逆恨みされそうで怖いんよな。ヤニカスだからってわけやなくこういうルール守れんやつはどっか頭いかれてそうやし。なんで逆切れするんやろなヤニカスって。おかみさんは怒るとこええな。まあでも雪かきしないと外にも行けないなら低評価するわ。普通外に喫煙所置くべきだよね。喫煙者のこと考えた作りにしてないのが悪い。正直ちゃんと館内に喫煙所設けてないのが悪いだろ。こんな寒いのに外で吸えってか。予約するなよカスってこと。ヤニカスは来るなってことやぞ。てかこの宿 Google の評価めちゃくちゃ高いな。口コミ300あって 4.5 やん。おかみさんかわいそう。ダメって言われたらダメなんだよ。ヤニカスうんぬん関係なくルール守れないのはゴミや。築100年だったら木の匂いとかも楽しみの一つやからな。それも間違いなく売りの一つやから、タバコで匂いつけられたら栄養妨害やろ。喫煙所作れって言うけど喫煙者がどんどん減ってる時代に個人経営の宿で作るメリットなんてないやろ。完全禁煙にした方が来客多くなる時代やで。逆にこれがきっかけでこの旅館が繁盛しそうよな。このおかみさん怒りの文章書くのうまいな。こういうの店側が正しくてもレス場で顔真っ赤みたいな情けない文章になって DD 感出てしまうことが多いイメージや。ホームページ開くと必ず目に入るやん。そりゃ切れるわな。これはその宿のホームページだが、トップに大きく全館禁煙と記載されている。これを見ていないは無理があるだろう。あ、楽天からの予約で楽天のレビューに書いたからアカウントとか ID とか何かしら一致したのか。一昔前に比べたら歩きやにかす減った気がするわ。詫びなされ、大味出してる。これ加熱式タバコなら吸い殻残さない限りバレんやろうし、禁煙室で吸ってるやつ多いやろうな。有害成分は残るっていうし害悪すぎるやろ。加熱式って火事みたいな匂いするからバレるどころじゃないぞ。明らかに異様な匂いになる。吸ってる時はとんでもない匂いするけど、壁とか衣類には気管支換気して時間経ったら無臭になるやん。ない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 。染みついて取れんよ。吸ってるやつが使う部屋と吸ってないやつの使う部屋は明らかに匂い変わる。有害成分も匂いも残りまくりや。アイコス吸ってる人の車は確かにわかるな。そこに愛はあるんか。実際宿泊施設の火災って大半タバコが原因やろ。部屋なかったから喫煙 OK の部屋泊まったことあるけど臭すぎてビビったわ。クリーニング代の訴訟を起こせよ。凍える空気の中掃除してくれたスタッフに心の中で詫びなされ。これいる？暖房つけた状態で作業させてやれよ。換気しながら作業やから窓開けるしかないやろ。使えなくなった日数分の宿代請求したれよ。わざわざ私がやりましたって自供するような投稿したのは草。一箱千円がちょうどええわ。買うやつは買うしな、やめるやつはやめる。確かにその程度でやめるやつはタバコに愛がないからルールも守らず喫煙してそうだしな。やっちゃいけんことやって怒られたら嫌がらせするってどんなメンタルなんやろな。せめて電子タバコにしとけよ。前にアベマってやってたけど器物破損されて注意した結果、払いせレビューされても旅館側はサイトへ訴えて消せないシステムらしいぞ。だから反論みたいな形でこの客が悪いですと詳細に晒すしかないらしい。JT 福利厚生えげつないから受けようかと思ったけど、応募要項にタバコに抵抗のない方ってあってやめたわ。実際ネットのレビューって少しでも気に入らないところ見つけてマイナス評価つけてるやつ多いだろ。ネットの機械の多さ見るとかなり被害受けてる店多いだろうな。でも酒の方がはるかに体に悪いけど禁止されないよな。文化に根付きすぎてるから。全館禁煙も意味わからんわ。喫煙家の部屋か喫煙室用意しとけや。これなんだよな。部屋で吸って欲しくなかったらそういう場所を用意しないと。そうでなきゃ部屋で吸われても文句言えんわ。そんなもん宿側の勝手だろ。全館禁煙に納得いかないなら利用するなよ。喫煙できるホテル取ればええやん。理由がはっきり書いてあるのに意味わからんとかお前が頭おかしいだけでね。レビュー内容と旅館側のコメントが結びつかんのやが。レビュー書いた人イコール喫煙した人なのは前提として、喫煙に関係ない否定的なレビュー書いたのは嫌がらせに違いないっていうのは旅館側の妄想の域でないよな。保存発生装置使って消臭したらタバコの匂いなんてすぐ消えるし、宿泊施設ならほぼ 100% 持ってると思うんだけど、喫煙家に口で嘘ついていた隠語してるんじゃめクソ鼻クソでしかないわ。火事のリスクもあるし、そういう設備投資に金使うならヤニカス締め出した方がええやろ。完全禁煙の部屋でタバコ吸う方が悪いのは間違いない。 SNS で客への文句や愚痴を書く必要あるんかと思ってしまうわ。ホームページや館内での注意喚起文をより強く書いてチェックイン時にもしつこく言うようにしたらええだけの話ちゃうんかね。
ホームページのトップにデカデカと書いて館内にも貼りまくって告知不足言われたらどうせ一周年。告知不足とは言うつもりはないんやが、SNS に客への文句や不満を書く意味がわからんのよ。シンプルにブチギレたんと禁煙のさらなる周知やないんか。旅館側叩かれる要素ないし、どうせ発狂するの喫煙者側やからむしろ来ない方が助かるし。ワイの周りみんなタバコやめてるわ。さすがに値上げに耐えきれんかったみたいや。マジで700、800円来たら相当やめるで。マジでみんなやめよるから政府なくなったら困ると値上げ鈍化しよった。JT やるし、税収まだ当てにしてるし。吸ってる人もそこまで来たら仕方ないからやめるから来たら来たで終わりや体制が多い。払い手に低老化レビューするやつ。タバコのことは闇カスが悪いけど、食事とか風呂は真ん中の評価や指定評価だから報復ってのはここ低評価つけたら何でも報復なんか。サービスに位置つけとる時点で報復以外の何でもないやろ。レビュー早すぎて特定されてんのくさ。これヤフートラベルとかじゃらんみたいなところでレビューしたやつちゃうの？期間置いたところで宿側は特定できるんちゃう？多分楽天。宿側は余裕で特定できる。あんまり詳しくないけど海外だとサイトで客側にも評価つけられるらしいな。血で血を洗う生産なインターネットになりそうやな。清掃代多数使えない日数分の宿泊料取ってええやろ。禁煙ルームで吸ったやつとか普通に損害賠償請求したらええやろ。請求しても支払いに応じんかったらほぼ泣き寝入りするしかないんちゃう？裁判したところで余計に金かかるだけやし。やれるけど大した金額取れないし労力と割に合わん。タバコ税という唯一一般市民からも上げていいと望まれている税金。なんなら吸ってるやつもささっと上げろや思ってる人多いからな。500円前後はまだ気楽に買えてしまう金額なんや。相手に住所知られてるのによくやれるな。わざわざ晒すあたりを紙にも同情はできねえわ。レビューに対してケチつけ始めたらもう場外乱闘だよな。この旅館に泊まりたいか泊まりたくないかで言えば後者よ。泊まらなくてええやん。毅然とした態度を取ることで守られる客もおるからウィンウィンやと思うわ。禁煙施設でこそこそ吸うようなやつは火事起こすリスク高そう。ワイも吸うけどわざわざ禁煙場所でまで吸いたいとは思わんけどな。今ほとんどの場所で禁煙やろ。吸わない側からしたらありがたい限りや。普通にルールを守ればいいだけじゃん。普通に少額訴訟を起こせばええやん。風呂場で吸えばいいのに。40以上がまだ吸ってるのがおるのは仕方ないで、みんなほぼ吸ってた時代だから。今なら最初からほとんど吸わん時代やで、あえて吸い始めるやつがいないだけの話や。むしろ今の若い世代って電子タバコに手出すケースが多いんよな。酒タバコギャンブルとかいうハッピーセット。ワイは喫煙者尊敬してるけど旅館は染みつくからやめてほしいわな。古くて汚いビジネス旅館とかタバコ臭くてやばい。古い宿で喫煙ルームは地獄すぎるわ。そもそもそんなタバコって吸いたくなるか？ワイに習慣に一本をずっとキープしとるで。どっちでもいいけど SNS 使うとろくなことねえな。Y の会社終了中禁煙って決まりになってるで。喫煙所は社内の外れたところに一箇所あるだけになった。それでも吸いに行くやつは結構おるんだけどな。そんな場所や状況で吸ってもうまくないな、Y は。Y、コーヒーグビ、タバコくはー。立ち屋でこれやられると地獄やったわ。今は仕切り板もあるし多少マシやけど。匂いは来るから仕切り板なんてあってないようなもんやろ。いくら費用対効果が悪くてもこういうのは見せしめに裁判やらんとあかんで。違反行為に対して泣き寝入りするからつけ上がるんや。このケースで損害賠償が認められるか。弁護士 .com の出番やぞ。私はアイコスだからセーフとかって顔してるやつが一番アホやと思うわ。あれ器具も必要だし紙巻きより安いんかなと思ったら値段変わんねえし紙巻きよりくせえんだよ。あのカラメルみたいな甘ったるい匂い結構きついわ。メンソールとか含まれてると余計あかん。ワイは焼き芋の匂いに感じるわ。アイコスは高温加熱式タバコの中でもかなり高温で加熱することが特徴で、それが理由でアイコス臭と呼ばれる独特の匂いがする。他にも、焼き芋や焦げたポップコーンのような匂いがすると感じる人もいるようだ。酒もタバコも毎年法定年齢1歳ずつ上げていけばええねん。最初の1回がなければ中毒にもならんし、吸うやつは未成年から吸ってるから意味ないぞ。タバコ自体をなくさないといかん。50歳になってここまで人に怒られるとかめちゃくちゃ精神にきそう。たまに異次元に臭いやつおるけど自覚ないんだよな。加熱式臭いとか言っとるやつはアホや。吸っとるやつの息がたまたま臭かっただけや。臭んちゅ。賠償請求しとけばよかったのに。在宅勤務で会社の機材持ち帰って作業してた闇カスが煙で機材めちゃくちゃにして、機材担当にキレられてたな。マジで今の50代60代のおっさんって、人への気遣いできないゆえが独尊タイプ多いよな。多分今のがってよりワイラもそうなるんじゃないか？前頭葉がうんぬんで、余裕ないからじゃない？喫煙者もいい人多いのにな、かわいそう。しょうがないよね、ルールを守らない人が多いからね。かわいそうだね、ルールを守ってるいい人たちは。ワイタバコは嫌いやけどジッポは好きや。あれ10年ぐらい放置してても使えるしええな。永久保証やからコスパ最強や。責められて当たり前のことして口コミ酷評で仕返ししようとか喫煙。吸うのは勝手やけどルールは守れってだけやな。
禁煙と言われているなら禁煙すべきなのは、マナー以前に常識の範囲だと思うが、しかし、そんなレビューをつけられても店側は丁寧に対応する場合が多いのだが、次に紹介する施設ではとんでもない返信をし続けているようだ。画像、低評価レビューすべてに好戦的な返信をつける元気なホテルが見つかる。数々のビジホに泊まってきたけど、とにかく規約の一点張り、わら。何かしらの事情で急な変更やサービスをお願いすると数千円の料金が発生する。このあたりは数々のビジホがあるので新しいからという理由での選択肢は避けた方がいい。規約だからホテル側に一切の落ち度はなくても、足元を見るようなやり方がエグすぎる。このホテルに限らず出張なら同僚からの口コミでよし足がわかるが、プライベートでビジホを利用してみたいと考えてるなら落とし穴もあるので熟考をおすすめする。個人的には最悪の一期一会だった。他のお客様への公平性の観点から、有料サービスを無料でのご提供を行っておりません。ご了承くださいませ。今年東京に泊まった十数件のホテルの中で、これは最悪の経験でした。顧客サービスや顧客の裁縫に関心のない、一回限りの訪問者の短期的な利益に焦点を当てているようです。当ホテルは不正行為は行いません。事実と異なることを書かれる方にお返しする言葉はございません。比較してここを選ぶメリットがない、がいいでしょう。男性従業員の接客態度が口コミへの返信そのままです。唯一名札つけてなかったので、過去トラブルにあって嫌な思いをされたことによる、自己防衛なのかもしれません。ですがただ泊まりに来た客に対して高圧的なのは、口コミ欄で低評価した応募者に、応募したと伝えて個人情報を漏洩するなど、少々気難しい方みたいです。ちなみにお部屋にウェルカムギフトとして虫がプレゼントされていましたので清潔感に関しても星一つです。前提としてキジュラは宿泊者ではなく、警察官と共にホテルを出た事件の当事者であることを認識してください。そのような方にお返しする言葉はこれ以上ございません。利用される前にこちらの口コミをご覧ください。少しでも時間にルーズな方はお勧めできません。チェックアウトの際の1階フロントの到着時間が1分でも過ぎると延滞料金3300円取られます。遅れた理由を話しても規約の一点張りのため、全く融通がつかず交渉の余地なしです。チェックイン時に延滞料金についての説明もありません。ホスピタリティの欠片も感じられませんでした。ご指摘いただいた点はチェックイン手続きの際にお伝えしておりますため、事実と異なる表記はおやめください。これはほんの一部だが、悪い口コミに対してのホテル側の返信がかなり攻撃的だ。不正行為や事件の当事者など強い言葉が並んでいる。いくらなんでもとは思うが、チェックアウトが1分でも遅れると延滞料金ってのは嫌だな。怖くていけない。よくわからないんだけど、そんなに嫌なのになんで遅れるの？遅れて当たり前と思って周りに迷惑かけてるんだから罰があるのは自然だと思うけど。普通は30分以上前にチェックアウトしない？ギリギリとかルーズすぎる。経験上チェックアウトの1時間前でも満車だった駐車場の車はほとんど消えてるな。本当に数パーセントの中の一部が間に合わないんだろう。そんな奴のために業務が滞るならペナルティも仕方がない。もっと長く寝たいなら最初からチェックアウトが遅いところを選べばいいだけだし。普通ホテル側の謝罪ってこうだからな。まず最低限のこの度はあーも言えない時点で社会人としてもホテルマンとしてもおかしい。確かに、普通であればこのような感じだろう。そんな心ない定型文のコピペはどうでもいいわ。俺はどうでもよくないね。俺年間全国で100泊してるホテラーだし、トラブルなんて起きたことないが、こんな返信するホテル選びたくなくなったし。こっちは客なんだぞっていうクソみたいな態度の奴らが多すぎるせいだろ。低レベルレビューの間違いだろ。これに限らず読んでて気の毒なレビュー多すぎる。星の評価だけでええよもう。公開苦情窓口じゃねえよ。チェランで調べたら口コミ評価の星が 4.6 もあったぞ。かっこ、普通が 3.0、満点が 5.0。これダメでしょ。不当点のみの謎のレビュー。その返信で求人と出ていることから、本人を特定しているのだろうか。わろた。不採用にされたからって口コミ荒らすアホなんか知らんわ。そもそも本当に求人に応募したのかわからんし、ホテルへの逆恨みって見え方にしたいだけじゃないかね。全部の低評価これで返答できるな。これってホテル側はどうやってこの書き込み者と応募者が同一人物だってわかったんだろう？実名で口コミ？今は応募もネットでする時代だから IP でわかったのかも。応募は自社サーバーだとしても口コミって他社サーバーだよね多分。なんじゃいホテル。くさ。いやこれ客が悪いだろ。こんな好戦的な返信してるんじゃホテル側にも問題があると思われても仕方ない。料理がまずいとの口コミに、お客様の料金プランですといい食材が使えないと素直に答えてた旅館は好感度上がった。悪い食材使ってんのかよ。そんな旅館は泊まりたくないわ。いい食材ではないイコール悪い食材。こんなの相手にしないといけない。時間にルーズすぎる奴が多いこんな世の中じゃ。ホテル側の方が正義に見える。調べたら超一等地で草。日本銀行の真裏やんけ。全部客の不手際じゃねえか。
チェックイン時の話ちゃんと聞いてない。室内の薬管に目を通さないアホがごねてるだけだろ。それに対するホテルの返信がヤバいって話なのに大丈夫そ？ヤバくないだろ。自分の不備をホテルのせいにしてレーティングを下げる迷惑行為してる奴に対してダウトって言ってるだけだろ。もっとヤバい返信する宿はあるぞ。名前忘れたけど。セラント楽天トラベルでは高評価なのに Google マップかっこレビュー消せないでは低評価。あ。一応 Google のレビュー消せるぞ。リセットなんで高評価も一緒に消えるけど。YouTuber は泊まってみた動画とかインタビューしてみた動画とか撮るんじゃね？低評価つけると絡んでくるかっこ特に解決しないって店やサービス結構多いけどなんなんだろうな。そうした方がいいみたいなノウハウだろうか。日本はそもそも普通かっこその普通の基準が高いのサービスで3とかつける文化なのが問題なんだと思うわ。ちょっとした不満で2とかになる。普通のサービスならせめて4つけるべきじゃねって思う。海外からはこういうところがいちいちしょうもない理由で低評価つけてくるって嫌われてるらしいね。レビュー欄で煽りする店は地雷。自分から地雷と表明してくれるの助かる。いろいろな口コミサイト見てきたけど軒並み評価は高いからクレーマーにガンと対処してる感じだな。 Google レビューは削除できない。じゃらん楽天はレビュー削除できる。楽天に誇りが待っている。評価にとかにちゃんとお詫びしてるぞ。その返信の仕方が社会性ゼロって話なんだけど大丈夫そ？多めに見てくれるのを当然に思ってたり他でもごねて通させてたり逆恨みが通用してないだけだな。怖いもの見たさにむしろ泊まりに行きてー。チェックアウトで手続きを済ます時間だろ。ぴったりに部屋を出る方もおかしいだろ。正直わがまま客にガンとして対処してくれる店があるのは助かるわ。客が増長しすぎになる日本の悪いとこに歯止め効かせてくれてる。じゃらん見たら口コミいいけど結構な高評価。低評価溜まったらリセットとかできるのか。そもそも低評価つけてるやつがどんなやつかわからんのに逆にクレーマーに対応してるホテル側評価したれよ。面白い。警察と共にホテルを出た当事者ってのがどういうことなのかわからないんだけど、口コミに対する返信があるのはフェアで良いと思う。言い方は置いておいて。口コミを一方的に物言いできるものと勘違いして最後ってみたいに攻撃したれって客いるからね。反論できるものはするべき。俺ホテル年間100泊はしてるホテラーだけど基本15分過ぎても何も言われないし言われたことないぞ。そもそもエレベーター混雑でチェックアウト遅れるとかザラだしな。ホテルの値段調べたら最低ランクだな。ファーストフードにごねてるだけだ。良くても悪くてもその商品やサービスのためにもレビューは書くべきだ。しかし、どうこしたものや悪口であればそれはただの誹謗中傷だろう。それに、金銭が発生して書かれた信憑性の低いものもある。レビューを書くときも参考にするときも、気をつけなければいけないだろう。ポイントなどギフトをあげると歌って、評価を上げようとするケースもあるんだな。しかも本当にもらえるかも怪しいのよね。本心でなかったり的外れなレビューは、誰のためにもならないから控えたいところだわ。理不尽なレビューを書かれているパターンもあるみたいだから、星の数だけでなく内容もちゃんと確認することが大切だな。次のスレでもレビューの裏側に迫っていくから。次のスレでもレビューの裏側に迫っていくから。レビュアー大絶賛の満点星5の有料商品。それは、Amazon レビューに潜む桜たちによる巧妙な罠かもしれない。企業に雇われたバイトは、今日も元気に、ステルスマーケティングに励んでいるという。まずはそんな桜レビューに翻弄される2チャンネル住民たちの様子をご覧いただきたい。わい、どっちや。Amazon's Choice ってことは Amazon 公認のはずやが。騙されるなってレビューが他の業者の可能性もある。でも星5のレビューも確かに不自然だな。2時間経ったわ。Amazon でウキウキネットショッピングとしゃれ込んでいた一致。だが、Amazon レビュー上では、とてもいい商品、レビューに、騙されないで。真っ向から対立するレビュー、果たして信じるべきは？ Y 日本語判定し。これは中国人桜。これもこれも。星だけじゃなくレビューの内容見ろよ。Amazon チョイスって金詰めばいいだけやで。モンドセレクションと一緒で何の保証もない。ま、騙されてたわ。Amazon's Choice がいい商品とは限らない。Amazon 選んでへんやないけ？ベストセラーなら間違いないな。サイト上の Amazon's Choice のロゴを押すと表示される文章は以下の通りだった。Amazon's Choice は、すぐに発送ができて、評価が高く、お求めやすい価格の商品をおすすめします。調べてみたが、Amazon 側からはこれ以上の説明はなかった。今でも明確な条件や基準は明かされていない。金を積めば OK というのもなかなか眉唾な情報であるが、これだけ不透明なシステムであると疑いたくもなる。わい、めんどくさいからソニーとかの有名メーカーのやつ買うわ。最近これやわ。レビューの日付で判別できる場合もある。そいつの他のレビュー見ろ。星一つのレビューだけ参考にしろ。それやってたけど何も買えんくなった。騙されないでって書いてあるやつは基本ヤバいやつやわ。
プライムデーで評価高いけど安いイヤホン買ったらゴミすぎてやばい。他のレビュー見たらおもろいで。レビューによって性別とか年齢違うのザラやからな。中国人って金持ってるくせになんで桜や投資用ケチンねん。クソみたいな面白日本語レビュー読んで買うわけないやろ。これはあなたの生活が素晴らしいです。大きいありがとう。というような片言日本語レビューには思わず笑ってしまう。買うからやってるし万円するんだぞ。短期間の間に同じようなイヤホンを買いまくってるやつ。カロリーメイトのレビュー、沸点低すぎ。どの味も普通の食事に比べりゃ当然落ちるが、手軽さ安さとのトレードだから仕方ないけど、このピッチピチの放送だけは絶対に許せない。何十年経ってもこのままなのか。難癖すぎるだろ。角に当たってボロボロ崩れたことなんてないけどな。不器用すぎやろ。めっちゃわかるわこれ。くさ、こんなので切れるなや。レビュアーの名前からしてやばい。最初から最後まで面白い。商品名に特徴羅列しとるやつはほぼ確実に中華やぞ。これ、クソ長商品名は疑って書かれ。高級感、頑丈、軽量、多機能、スマホケース、iPhoneX。2019最新版、令和最新版のうさんくささ。2と3が一番信頼できる。4はどっちとも言えないけど5は絶対信じるな。筆者のかつての敗因は星5レビューを信じたことだったのか。アイコンの画像があるとなんか信じてしまうんや。普通令和最高品質モデル買うよね。 96% オフはすごい。そういえば中華のはこんな感じで、有名な大手のはメーカー名か商品名が最初に来るとか見たわ。電撃エフェクトは地雷。わかる。アマゾンのレビューは当てにならないって評価は当てになるで。星5、子供が喜んでいます。写真に外人が写ってる。写真に解説が多い。名前以外ほぼ同じ類似商品がある。ホームページがない。これで 100% アウト。質問、何々は何々ですか。回答、すいませんわからないです。わかんねえなら黙ってろ。アマゾンがメール出すのが悪い。購入者に向けてアマゾンからメールでカスタマーの質問が送られてくるんや。それを見て自分個人に向けての質問だと勘違いしたやつが無視するのは失礼だと思ってわかりませんと返答する。もはやどうでもええけど配送の評価を商品レビューでするのやめてくれ。星1と星5は当てにならん。ドラレコ探してレビュー見るとすぐ壊れたとかばっかりで買いあぶねてる。情弱はいい。とりあえず販売発送がアマゾンになってるものを選択。これ妙な安心感あるわ。発送がアマゾン配送センターになってるのは無茶な理由でも返品いけるからリスクヘッジとしてええぞ。これ使え。これ有能なのか無能なのかようわからん。詐欺レビューは見抜いてるぽいけど。ちなれいは最高品質モデル。詐欺レビュー見抜いてくれるならええやろ。くさ、これ使いもんにならんぞ。滑り止めベロベロ剥がれるゴミスマホスタンドの評価 S だったからな。あくまでレビュー探偵独自の基準。うまく判定できないこともある。元値クソ高めに設定して常時セールで売ってるのこそくすぎて腹立つ。二重価格表示やな。昨年も話題になったアマゾンブラックフライデーなどのセール期間中も、こういった手法が増加するので注意してほしい。今はそこまで露骨なものは少ないが、数年前は通常価格の10倍の値段をつけ、定価に戻しているだけなのにセールを謳う業者もいた。結局、セールで買うなら洗剤やタオルのような消耗品が安泰かも。加減しろよ。なんやこれヤバすぎる。騙されるやついるんか。中身見ずに星の数だけ見て判断する人結構おるから割と騙されるで。こういうのって実際にレビューを見ると意外と星5以外のレビューもあるんだよな。なのになぜかその画面には反映されてない。商品説明が翻訳機にかけたようなものは地雷。この商品は非常に良いです。高品質なサポートそれを好みます。信じられない価格。いいありがとう。自動翻訳の詐欺サイトみたいな文章で草。半年前のライブン殴りたいわ。どう見ても怪しいやろこんなん。どうあかんかったん。まず温まらない。蒸気が吹き出るだけの代物や。しかもその蒸気もボタンを押した瞬間しか出ないから連打しないといけない。正常動作やん。それシワを消す道具だぞ。昔のアイロンじゃない最近流行りのハンガーにかけたままシワ消すやつ。筆者個人の意見だが、スチームアイロンはいざ買ってみたら、がっかりする家電1位だと思う。便利は便利だが、先にメーカーやらブランド名を記載するのがアマゾンルールやと聞いたことあるがどうなんや。これやな。ちょっと参考になる商品の選び方でも、アマゾンで商品を選ぶ桜レビューよりもタイトル先頭にブランド名かメーカー名が入っているものがおすすめです。理由はそもそもタイトル先頭にブランド名、メーカー名を入れることは必須で破っているやつは規約違反だからです。星5は業者の書き込みだし星1はライバル業者の嫌がらせも多いし意味ないよね。名前欄見ればわかるやろ。明らかな桜は。まずは出品元見るよね。Why you know? 悪いレビューだけ見て、そのレビューに書いてあることが自分にとって我慢できるものか判断し購入。Why もや。
あと星1、星2が 10% 超えてたら考えるわ。アマゾンチョイス。電磁波防止効果は今のところあまりよくわかりませんが、防止としての機能は良好です。ただ、安いものではないので室内での使用に限っています。この電磁波を防止できる帽子、現在も取り扱いがあり、約1万6000円ほどで買える。繰り返し使えるので、アルミホイルを何十本と買うよりコスパが良い。Amazon チョイスは他製品と比べて外れ引く可能性が低いってだけで全てがいいものとは限らんってだけや。写真付きでレビューするなんてよっぽど良かったんやろな。これ使え。大学教授用のコピペチェッカーみたいで草。桜チェッカー、かなりの精度を誇るともっぱらの噂だ。使用したことのある方、コメントで実際にはどうだったかぜひ教えてほしい。聞いたことないメーカーで評価高いやつは無視よ。いろいろおかしい。何が届くんやこれ。クソ笑った。1から5の比率で見るんやで。人の感性は多少ばらつきがあるので、いくら良品、粗悪品であろうともレビューが極端に偏ることはかなり不自然だ。比率を参考に、という住民のアドバイスでこのスレッドは締めたい。次はレビューに踊らされた住民たちだけではなく、あの手この手で人を騙そうと画策する業者たちと、その驚きの手法をご紹介したい。桜の捏造が疑われる弊社製品の Amazon レビュー投稿について、Amazon の弊社製品ページに桜を装ったように見えるレビューが、昨年末連投されていることを確認しました。Amazon の桜レビューは、下記のような特徴が挙げられます。1、日本人氏名によるフルネームの投稿。2、日本語が不自然。3、レビュアー投稿一覧確認すると、星1や星5の極端な投稿が多い。ネット通販の桜レビューについては昨年、NHK クローズアップ現代プラスに取り上げられるほど問題視され、その手口も周知となりました。私たちは、昨今、桜レビューの手口を逆手に取り、競合他社に一見して不正と疑わしい桜レビュー投稿し悪評を立てる業者の手口を認識しておりますが、実際、SNS 上に千色が Amazon の不正レビューをしているのではないかといった指摘が散見され、著しいブランドイメージ毀損をかぶっています。現在、不自然な投稿の削除及び、投稿者の調査を Amazon に依頼しております。しかし他業者により桜レビューが捏造されているという立証は不可能に近く、現在防ぐ手段もなく、大変歯がゆい状況です。弊社はステルスマーケティング、レビューにおける桜行為などの行為について一貫して反対の姿勢をとっています。皆様方におかれましても、不自然な製品レビュー事例について留意いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。このスレはまず、企業の悲痛な表明から始まった。そう、買い手だけでなく、善良な売り手もまた現状に参っているのだ。これもうやばすぎやろ。桜チェッカー使えよ。あれも完璧じゃないからな。まるで地獄やな。令和最新モデル。2019年度最新型。2019年度進化型。ワイヤレスイヤホンでこれに雷が加われば完璧だ。わかるで。ワイも騙されたわ。最近は低評価のレビューしか参考にせんわ。それを自分が許せる部分か判断して買っとる。賢い。評価2を見るとよくわかるな。低評価爆撃もしてるぞ。売る側の情報も信用できない。コメントも信用できない。もう有名メーカーしかないやんけ。ヨドバシ .com と価格 .com でレビュー見ればええやん。そのうち汚染されそう。ああこれ自分らに邪魔な企業の製品に桜レビュー投稿しまくって、桜チェッカーとかを黒判定にするのを狙ってるんか。もうこれイタチごっこやろ。チャイナどうにかせんとアマゾン終わりやぞ。アマゾン側的には桜放置して得あるん。どう考えてもアマゾンのブランドイメージ低下してるし早急に対処した方がええと思うんやけど。ステマという言葉が出始めて未だに法規制してないのはすごいと思う。信者のふりしたアンチか。中華製品にしか桜おらんしやすかろう悪かろうで買うから実質のダメやん。アマゾンよりヨドバシ。桜で得してんだからの話よ。中華の買ったらレビューでギフトあげる書いてるけど。何のギフトか書いてないんだがアマギフなんか。筆者がその記載のある商品を買った時は、本体以外にも付属品が付いていることをギフトあげると表現していた。もちろんギフト券なんて付いてこない。ややこしい。本当にアマゾン終わってるって。レビュー捏造&競合へもうさんくさくさせるために桜レビュー。何これ。一周回って国内メーカー復活のチャンスなのでは。初期のガバガバ日本語が懐かしいですね。今は日本人に外注してるから見分けがどんどん難しく。実際規制するとしたらどうやってステマ規制すんの。無理でしょ。一周回って桜レビューに騙されて購入したっぽいユーザーの評価見て買ってるわ。さらに一周回って、桜レビューに騙されて、購入したっぽいユーザーを装った桜レビューが、そんなことつい想像してしまうほど、レビューは無法地帯と化している。他国のアマゾンにも桜っておるんか？各国の人間雇ってやってるから全世界で問題。わい、自分の好きなブランドのライバル商品に中華レビューの真似やってる。
すまん。善意の悪用だ。日本名フルネームが並んでるレビュー欄見るとほんま笑ける。異常すぎてわかりやすい。桜レビューの連中にインタビューしてる動画があったけど向こうだと宣伝感覚でやってるらしいね。言うほど変なメーカーの製品買うか？なぜ日本語まで勉強してフルネーム使うのが異常だと気づかないのか。もうすぐ学習するぞ。少なくとも買ってない奴にレビューさせなきゃマシにはなるよね。アマゾンはいい加減対応しろ。アマゾンで購入みたいな表示あるやろ。あれごまかせるんか？身内が大量に買って実際には商品送らないねん。決済手数料損やけどレビュー稼ぎの方が結局利益が出るんやろ。なるほどな。やっぱり楽天がナンバーワン。最近のアマゾンめちゃくちゃやな。情報戦やばすぎて草。業者同士が桜妨害レビューをして結果的に公正になる仕組みや。バケモンにはバケモンをぶつけんだよ。ということだろうか。名前フルネームで星5つけまくってるやつほんま多すぎ。また買いますじゃねえわ。でも発売前に値段が高いって理由だけで星1つとかあるやん。かわいそうやん。運送業者やマケプレ業者の不手際をレビューに入れてるアホも除外したいわ。まともなレビュー少なすぎる。もうアマゾン使ってるやつも減ってきてる。セールもやる気ないしあんな惨状になってるのに何も手を打とうとせんやんアマゾンは。中国人には依頼しないのですか？中国人がレビューを書いても不自然な日本語になることが多いので、読み手が信用してくれません。レビュアーは日本人でないとダメです。やらせレビューを書き込ませるまでの手順を教えてください。応募者にはチャットでレビューの方法を指南します。まずは商品を購入してもらうところから始まります。実際に購入するとレビュー欄に Amazon で購入と表示され、信憑性が増しますからね。レビュアーの手元に商品が届けば、最高得点の5つ星とともに、商品を褒めたたえるレビューを書き込んでもらいます。レビュアーにはこちらが指定した特定のキーワードを盛り込むよう指示しています。Amazon 内のキーワード検索で商品を上位に表示させるための工夫です。それと気持ちを込めて書くよう指導しています。いい加減な書き込みだと、チャットで叱責します。日本人のふりをして応募し、不自然な日本語を書き込んだ場合も起こります。ちゃんと書き直すまで、約束した金額は支払いません。なんだか、怒るとこそこか？と突っ込みたくなるような、こうした企業努力？のおかげで、騙されてしまう人は後を絶たない。こういう分布はあかんやつ。星3と4が少なく1と5が多い商品は大抵やばい。業者、ほん。じゃあそういう分布になるようにネガキャン工作したろ。ほんまや。Y が騙された商品まさにそれや。これ逆にネガキャンされた後やないの。確かジャッジアイズとかこんな分布だったやろ。見てきたけどジャッジアイズは星1は全然なかったな。ジャッジアイズはセガより発売された PS4 用のゲームソフトだ。スマップの木村拓哉さんが主人公のモデリング、声優を担当していることから話題になった。現在のレビューを確認してみたが、星1全体の 3% だった。こんなん真っ先に星1から見るやろ。でも欲しいもんって仮に星1つのレビューを送ってもそれを覆すような星5であったら買ってしまうやん。電撃イヤホンが日本でネタにされまくったから今画像からエフェクト全部取っ払ってるのほんま草。こうやって AI が学習していくんやね。プライム解約おすすめ。解約しても期限いっぱいまでは使えるで。プライムビデオのウォッチリストも再契約で復活する。日本を含めて世界中の Amazon を束ねるベイ Amazon.com は、人手と機械を使ってやらせレビューを監視し、不正と判断すれば非公開とする措置を取っています。Amazon にやらせを検知されないように坂田地区の住民も日々腕を磨いています。例えばやらせレビューを掲載するタイミングです。ある日、突然レビューが増えたら Amazon に不正を察知され、アカウントを凍結されかねません。そのため初日20件。2日目に15件というように徐々に投稿するレビューの数を増やしていき、4日目に減らすといったことをやっています。初期の需要が一巡して、一旦販売が落ち着く状況を再現しています。それと5つ星ばかりが並ぶのも不自然です。通常であれば、一般の購入者が3つ星をつけたり、不良品を手にした購入者が1つ星をつけたりするものですが、いくら待っても低評価がつかないことがあります。その場合、あえて1つ星や3つ星のやらせレビューを依頼することがあります。こういう金への熱いこだわりだけが富を生むんやね。人を騙す悪知恵を働かせることを腕を磨いていると表現されてしまうと、もはや笑うしかない。あれをアマゾンが完全に放置してるっていうのが終わってるだろ。アマゾン以外では見たこともないようなメーカーの家電のレビューが500件とか変だと思わないのか。レビューが信用ならんのはそうやけど、なんで桜チェッカーは無条件に信用できるんや？桜止まるパーセントなんてのを鵜呑みにしても大丈夫なんか？ステマだけじゃなくてネガキャンもしているのが相当立ちが悪い。桜レビューのせいで昔より中華製品買いづらくなってるよな。中華製品買う場合安く過労悪過労だけど、
必要十分ってとこを求めてたのに品物ごとの特徴が余計わかりづらくなった。もうレビューは工作されているものと思ってみるべきだろうな。世の中にいいものが溢れすぎてていいものも工作しないと目に留まらない時代だししゃあない。いや普通にゴミとか性能を発揮する範囲が狭くて結果的にゴミとか無数にあるで。これ広告よりもコスパええやろ。コスパええから横行しとんのやろ。日本の会社も広告やなくてレビュー工作に力入れたらええやん。ソニーがアメリカでそれやって法規制されてなかったか。類似品多すぎて楽に手が出ない。楽天市場のレビューは届いてないけど期待を込めて星5です。送料無料じゃないから星2。みたいなやつばかりやし始めから信用してないわな。レビューが信頼できた時代は無名メーカーでも、こんないい製品があるんだみたいな発見もあったけどもう無理だな。中華に荒らされ始めてから本当あったよな。セールも、中華の二重価格祭りだしまともに商品探せへん。結局有名メーカー&リアル店舗が一番よ。アンカーとか有料中華。中国のメーカーだ。モバイルバッテリーなどのスマホ関連製品の開発で有名である。自社もここのモバイルバッテリーを買ったことがあるが、かなりコスパが良かった。アマゾンが対策するわけないやん。いや、ザのやり方批判するのにや。ザの大家分に直訴するようなもんやで。中華製品はありで買えばいいとしてもアマゾンで検索して探す楽しみは失われてしまったな。クソみたいな検索結果しか出ん。もうヨドバシで何も困らん。アマゾンなんて脱税もそうやしこういうトラブルもやけど、いつ通販やめても大丈夫なんやろな。今のアマゾンのメインの仕事ってサーバーとか無人店舗とかキンドル、アマプラやろ。普通販売元の名前でググるよね。そんなこともできない人はネット使わない方がいいよ。初期不良系のレビューは割合とその後の対応まで記載されてるかどうかをチェックしてるわ。それ以外の使用感は一応見るけどカタログスペックに満足してるなら参考にはしてないな。あとは商品名プラス壊れた、使いにくいみたいなマイナスワードで検索かけてそういったネガキャン記事を探しとるわ。あとアマゾンズチョイスとかいうこの商品はアマゾンが自信を持って販売してるおすすめの商品ですよ。とユーザーに勘違いさせかねない機能もあかんよな。あんなもん AI 君がレビューや評価や価格を参考にして勝手にあのマークつけてるだけなのに。中華レビュー読んでみたいんやがどういうの探したらええんや。よくわからん Bluetooth 製品。電子機器は大体あるぞ。よくわからんメーカーの安いやつが狙い目。小型家電、USB メモリとかの周辺機器なら間違いなくある。桜チェッカーもうさんくさくて使いたくない。あれほんま当てになるんやろか。Amazon 対策しろいうやつおるけど Amazon はここ10年くらいずっと不自然なアカウント停止はもちろん。レビューのアルゴリズム変更も規定更新もしてかなり対策はしとるねん。ただ中華業者は製品の開発や販売よりも早レビュー攻略をなりわいにしとるから。その情報を得るための横のつながりがくっそ強い巨大コミュニティがあるんや。もう一週間もあればほとんどの業者がアマゾンが数ヶ月かけて練りに練った新指針に完全に対応してくるねんで。結局のところ中華業者の動きがあまりにも早すぎてアマゾンですら勝てないのが現実やねん。マンパワーは正義やね。力こそパワー、パワーこそ力。からこそすべて。レビューって言うほど当てにしとるか？なくてもいいんじゃね？最近はガチ日本人雇って日本語レビュー書かせとるらしいで。もう判別不可やろこんなん。送料無料を人質に取られてレビュー書かされる楽天とどっちがマシなんや。少なくする手段あるやんけ。アマプラ会員しかレビューできやんようにせえや。不具合情報知りたいのに制限されても困る。アマゾンは利己的すぎてアディダスだかナイキだかに撤退されてるからな。ろくに転売対策しなかったのが原因って言われとったはず。2019年11月13日のこと。ナイキは、アマゾンでの販売終了を決定した。消費者とより直接的で緊密な関係を築いていくために、アマゾンでの販売終了を決定したとのことだ。なお一部では、コピー品の流通に不満があったとする説もあるが、はっきりとした事実関係は確認できなかった。なお、アマゾン側からこの件に関してのコメントは、特になかった。代引き受け取り拒否でもレビューできる闇。楽天の見づらさはどうにかなんないのか。ごちゃごちゃしてるのがエーミンがおるからしゃあない。今は知らんが昔はごちゃごちゃにするよう指導してたし。そいつらの方が多数派なんけ？どうやろね。ただ、ジジババにはスーパーのチラシみたいなのが受けるらしいからな。アマゾン自体が中華直販かアリババ転売に汚染されてるんだから無駄無駄。アリババ転売とは、中国のインターネット企業、アリババグループが運営する。オンラインショッピングサイトから商品を安く購入し、それをアマゾンで購入金額より高く売りつけることを言う。ゴミすぎてもう選択肢にないわ。世にはびこる桜レビューの実態、手口、気になっていたあの商品もこの商品ももしかして、という不安な気持ちになる。聞いている分には面白いが、購入者側で利用するとなると困ったものだ。便利なオンラインショッピング、うまく付き合っていきたい。
桜だけでなく、桜を装った業者にまで気をつけなければならないなんて。ややこしいわね。もう何を信じたらいいのかわからないわ。マリサ、こうなったらお店探しは、一軒一軒下見するしかないんじゃない？落ち着いてくれ、時間がいくらあっても足りなくなる。まあそれは冗談として、レビューを見るときは信用できる内容か、しっかり判断した上で参考にしていきたいわね。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんがレビューを見るときや書くとき、気をつけていることなどあればコメントで教えてください。そして動画の感想もコメントいただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。